は、本日のレースはアメリカはテネシー州からだ。スタート地点はここチャタヌーガ。今日の商品は本当にレコード屋台。やった、スタートした。あっと、スターター機関車に衝突。待ってろ、こんな棒すぐに切ってやる。すぐにな。ダメだよ、棒を切っても機関車がある。後ろも見てみろよ。早くしないと出られなくなるよ。あれあれあれ、あの音は何か起きたのかもしれないよ、パパ。よし、行ってみよう。骨付きゼットなら薬線路の上を進み出した。よいしょ、わお。もっと早く。よいしょ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 。この妨害スイッチワルワルコントロールで線路を切り替えて奴らをリタイアさせてやる。見てろよ、ケンケン。見てる見てる。それみんな衝突。あれ、そんなバカな、こんなはず。なんで衝突しないの。一体どうなってるんだよ。もう俺知らねえ。うわあ。お先に失礼、ブラックモー。マシンがおじゃんになって気の毒にな。でも仕方ないと思うよ。ケンケン、今日という今日は許さ。見る見る見る。彼は太って死んだけど、大好きな歌詞だ。だいぶリードしたからプレイスリーランドに行ってみるか。いいよ、行ってみようよ。思ってたより立派だな。ねえ、プレイスリーチップス食べてみようよ。カリカリしてて美味しいね、パパ。あ、プレイスリーの気持ちが今わかった。見ろ、プレイスリーが生き返ったぞ、本物だ。ねえパパ、あの人たちまっすぐこっちに向かってくるよ。ああ、ぼやぼやしてたら手遅れになってしまうな。よっ。これから会いに行く？行ってみよう行ってみよう。ここは美しい田舎の風景だけど、実は古くからの争いが続いている。あんまり古いんで何が原因かわからない。あー、危ない。体が卵でぐちゃぐちゃだよ。顔にぶち当てられなかっただけマシってもんだね。な、やあみんな元気かな。今日もナッシュビルからお送りするカントリーソングのトップ10をお届けするよ。さあ今日のレース1位は、あ、これは DJ じゃなかった。さあやってきた、優勝は骨付き Z700、2位はプレイスリーファンたち。さあ商品はレコード破りだ。パパ、これ面白いかもしれない。よっ、ほんとだ、スカッとするな。もっとバンバンやるか。